ねえね、お姉さん。こんな時間まで何しているの誰か待ってるのさっきからずーっと携帯とにらめっこしてるからさ。あ、ちょっと待ってよ。待ち合わせしてるのだったらさ、ここから動かない方がいいんじゃないの <laughs> 誰と待ち合わせしてるのお友達彼氏 彼氏と待ち合わせそうなんだ。でもさお姉さん、もう3時間近く待ってるよね。彼氏まだ来ないのもうすぐ。ねえお姉さん、もしかして来ないかもって思ってないあ、図星だった <laughs> ごめんね、当たっちゃったね。だったらさ、僕に付き合ってくれない僕もさ、ドタキャンされちゃって。今暇なんだよね。一人もん同士、仲良くやろうよ。ねうん、あー、ちょっと、暴れないでよ。えー 来るかもしれないってまだ来るって信じてるのもう来ないよ。だってお姉さん、昨日も一昨日もここで待ってたでしょ僕知ってるよ。ずーっとお姉さんのことを見てるから。<laughs> なんなら。 もっと言ってあげようか。お姉さん、もう一週間前からずーっとここで待ってるでしょう。毎日。<laughs> なんで知ってるかってそんな驚いた顔しちゃって、教えてあげようか。うーん。 これから僕に付き合ってくれたら教えてあげる。あ、えいいの知りたくないのおっと、暴れないでって言ったでしょ <laughs> しょうがないな。本当はね、あんまり手荒なことはしたくなかったんだけど。 おっと。ごめんね、お姉さん。お姉さんは僕のこと知らないかもしれないけど、僕はずっと前から知ってるよ。お姉さんの追っかけだからね。<laughs> 本当はね、ずっと、ずっと遠くから見守るだけでよかったんだけど、ここ最近のお姉さんは見てられなかったんだ。 お姉さん知ってるお姉さんがずっと待ってる男は他にも女がいたんだよだから待ってても来なかったでしょ <laughs> もっとも今日来なかったのは僕が消してあげたからだよお姉さんを悲しませる男はいない方がいいからね よいしょっとこれからは僕とずっと一緒にいようねお姉さんのことは僕が幸せにしてあげるよ<笑>,笑ってる顔も泣いてる顔も好きだけど眠ってるお姉さんも可愛いな 好きだな <laughs> うわ唇柔らかいずっとキスしたかったんだ僕といればお姉さん絶対幸せになるよ僕がこんなに愛してるからね お姉さん。僕のキス気持ちよかったの寝てても可愛いい反応するんだね。ああ、そうだ。起きた時また逃げないようにこれ。つけとくね。あと、これも。首。 きつくないよね。って、まだ寝てるか。<laughs> うん、かわいいよ。この首はね、お姉さんが好きなピンク色探したんだよ。やっぱり、ピンク似合うね。さて、僕の家に行こっか。これから、ずっと、ずっと。